ラボちゃん、仲良し動画なほち、うん、あれすごい良かった、ね、やっぱビビッとしてるよ、こうやってしてるやつとか気持ちいいよ、あ、あら、書いちゃった。チャンネル登録お願いします。はい、今日の動画では、はい、絵を描いていきたいと思います。やったー、ワクワクさん。ですね、宮城のオリジナルキャラクターを作ろうということで、イラストが得意なピーちゃんに、はい、ピーちゃんだけでいいですか？得意じゃないです。ピーちゃんはなんかいろいろ楽しくお絵描きしたいねえ、ピーも楽しくお絵描きしたい。子供の歯医者の待ち時間みたいな、オリジナルキャラクター。イメージ湧いてます？全く。宮城のそう、どういう使い方、来店チャンネルさんの来店くんみたいな使い方をしていきたいんですけど。来店くん描きます。じゃあこういうのにもさ、載せれるってことですよね。そう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 、とかツッコミ、かわいいのがいいね。でもいい加減にしろ、夏美香吹き出しみたいなそうみたいな感じで。動物は何がいいと思いますか？動物でもいいですか？何がいいだろうね。だからそういうのを意見は出してって、それをピーちゃんの形にしていくみたいなの、どう？いいと思います。じゃあそれでいこう。なんか架空のキャラクターとかにします？全然。 人みたいな。ピーちゃんいくつも持っとるやキャラクター。ライオンに勝てる動物はなんだ？ゾウ。ブブー。正解は？サイでした。なんで？わかんないですか？なんで？え、なんかサイって結構強いですよね。強いじゃん。どうなるの？水辺の動物が良くない？やっぱり。カバとか。あ、カバとかいいね。可愛くなくない？なんか縁起がいいやつにしましょうよ。あ、あれはどうですか？あ、違う違う違う。鶴？鶴？あ、そう。タンチョウ？鶴はどうですか？単調じゃないっけ。だってお札にも鶴が乗ってるんですよ。ってことはお金が舞い降りる。可愛くなる。あ、でも画伯。え、可愛い。ラッコ。あ、可愛い。で、ここになんか宮城のロゴとか抱えてたら可愛くない？なんてラッコ。あ、ラッコいいよ。ラッコね。で、なんかさ、ここにさ、宮城のロゴとか書いてたら何が言ったの？だって全然いいって言ってくんないから。鈴木奈々さんみたいな。誰もさ、いいねとか言ってくんないんだもん。え、それのさ、T シャツとかパーカーとか作りたい。うん、あ、じゃあ名前考えれば。なんかグッズ、そのうちは何もしないなら名前考えればみたいな。いやいやいや、名前考えてよ。みやっこ。てていいんだ。みやっこはみやっこ。みやっこ伸ばす、伸ばす感じ。どっちの方が可愛い？みやっこ。みやっこの方が可愛くない？みやっこ。あ、なんかさ、よく小学校とかさ、ない？多分宮城の小学校みんな宮城っ子って呼ばれてる。あ、とかない？ある。宮城っ子で行こうじゃん。カタカナの方が可愛いのかな。うん、ちゃん？宮城くん？ちゃん？宮城くん可愛い。宮城くん。宮城くん可愛くない？宮城くん。男の子でお願いします。はい。宮城くん可愛いよ、なんかほらあれみたい、韓国語みたいで宮城。宮城。みやっこや。みやっこやはどうですか？みやっこや。みやっこやはどうですか？カットこうか。みかんちゃん、みやっこくん多分書かないから。一応みやっこくん書いてほしい。わかった。お絵描きタイム。お絵描きタイムね。できました。あ、かわいいじゃん。これにしません？みやっこ。みやっこやいやみやっこやみやっこやどうねえ、ほんとにもうこれこれこれ決まり。ラッコには見えないよね。ほんとにかわいい。何それ、頭に乗ってるの？え、いや、それ頭に乗ってるのこれを描いたんですけどなんかそのボートじゃない、それ寮に行くんですよ。みやっこくんとみやっきーちゃん、メスを作る。うん、メス作りたい。リボンつけてみやっこくんと。でもさ、みやっこって子がついてるってことはさ、確かにね、女じゃない？
みやっこちゃんとみやおくん急にキモい。みやおです。みやおです。何が？セシラ？セシラ？様子が…私のこと嫌いだった。私のこと嫌いだった。本当ね、笑い の感覚が違う人は本当にもうとんでもないやつと、もうただのバグったぬぐるみとか作りたい。え、作りたい。じゃあみやきでいいじゃないですか。みやきだし2匹いるかどうかってことやろ。まずえ、2匹じゃないか、あれもあるんですか。2匹のあれもある。2匹がいいんだ。絶対ラッキービッキーみたいな感じで歌った方がいい。ラッキービッキー作ってる感じ、うん、なんかやっぱラッコ感をちょっと残したいなっていう思いが。あなるとみっこと、みやっこと、きっこがいる。きっこ可愛くない。特技何ですかという時なんて言うんですか、夏美さん。ないです。おしゃべり盛り上げいいことやんね、大事だよね。いいことやけど、ね、言う時ちょっと自分でも笑っちゃうよね盛り上げです。ピーちゃんね、イラスト、特技イラストですみたいな。趣味とか最近は違いますよ。本当に嫌なの。ないって言うたね、ずっと。タイピング。え、タイピング。うん、嬉しいね、めっちゃ。すごい。できました。バイバイ。いい。え、次かわいい。ヤーコミッコとヤーコです。かわいい。かわいい。え、早くグッズ化しましょう。グッズ化しよう。本当にグッズ、お楽しみに。でもね、あー、一番良くない。一番良くなかった。やってみろ。じゃあやってみろ。良くなかった今の。ちょっと煽り中だったね。ということで、ゆーちゃんがこんなに素敵なイラストを描いてくれました。みかんちゃんは、え、これグッズか、大丈夫。これが欲しい人はこちらまで。この頭の上のやつ、本当に漁船ボート違い、間違えて船描いちゃった、うん。これあれじゃいいんじゃない、なんかちょっとさ、滑った時のさ、テロップ入れた時こっちでいいじゃん。太田さんにこれデータ渡してください。次の場面に切り替わるとき、あのジャングルの時これにしよう。まあ、これからいろんなグッズに展開していきたいなと思ってますので、どんなのが仕上がるか楽しみにしていてください。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また来週。